はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。今回はコンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。また少し間が空いてしまって申し訳ないんですが、張り切ってやっていきたいと思います。今回は光太郎のフェーズになりますね。フェークショイ、誰か噂をしてんな。さてと、まずはジョー先輩を探すとするかということで、ウルトラマン、ウルトラセブンかな、それにガンダムのアムロ、そしてこの光太郎と、3人のヒーローが、自分を研鑽する、レベルアップする、その最後の一人、光太郎になります。では早速探索から始めていきましょう。装備品新しく買いました。ダイヤモンドナックルに変えます。かなり攻撃力上がりますね。では探索を続けます。なんか怪しげな人に話しかけられましたね。ちょっといいですか。アンケート調査がこの黒服に黒のサングラスで、アンケート調査は怖いですね。南光太郎さんですね。あなたが来るのを待っていたんです。あんた誰だよ。ゼウスからシークレットコールがありました。我々はジョー・シゲルさんの使い物です。手回しがいいだ。それで先輩は今どこに。これからご案内いたします。ついてきてくださいということですね。ではこのビルに入っていきましょう。なんかモダンな作りのビルですね。このビルは入ったけど、なんか普通のビルだけどな。黒服がいなくなってるし、あ、4階にいるということですね。では登っていきまーす。あ、いましたね、黒服。いや、案内するんだったらさっさと連れてってくれればいいので。黒メガネ B。倒産という感じだな。どうなってるんでしょうね、これで。今、この部屋には去るお方が入っておられる。用のないものは帰ってもらおう。俺は呼ばれてきたんだ。そうだ、そうだ。ならば、身体検査をさせてもらおう。貴様ら、重要人物警護官か。おい、その方をお通ししろ。全然話が通ってないですね、これで。では、中に入りまーす。どうしてお前がここにいる。ジョー先輩はどうしたんだ。シャドウムーン。そんな男は初めからいない。へ、そうか。また俺のキングストーンを狙ってるってことだな。そういうことだ。かかってくればいい。ブラックさん。一体、うちの対決だ。これ、戦闘になるな。先ほどね、新しい装備買ったので、これで1対1の決闘、戦っていきましょう。まずは、パワーパンチ。1か。こっちは620。これはまあイベントだけで進んでいく負けパターンかな。一応攻撃、他にも効く系。蹴っておきますか。いや無理だな。これは負け確定バトルかな。なぜだ。ゼネラルシャドウ、殺したのですかミスター。いや、気を失っているだけだ。しかし当分は前が覚めないだろう。さすがですね、これほどの男を生かさず殺さず、私には到底できない。この負けバトルで光太郎がどうなるかですね。今までのパターンだと、他のヒーローキャラが助けに入ってパワーアップするっていうパターンが多いですよね。
なんか別のマップに飛んできましたね。意識がだんだん薄れてきた。畜生、こんなところで死んじまうのかよ。顔が高い。まるで太陽が目の前に降りてきたみたいだ。いい気分だ。きっとこのまま天国へ。あちゃ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 、暑いってば。は、俺は一体どうなったんだ。シャドウムーンに破れて、それから、ここはどこだろう。俺はビルの中にいたんじゃ。なんか黒服に運ばれてきてましたよね。変身ベルトが違う。それに胸のイニシャルも。この文字は RX。これは仮面ライダー RX になるな。キングストーンの力か。太陽エネルギーを吸収して体を回復させようとする過程で何かアクシデントがあったとしか考えられない。震えるぐらいのパワーがみなぎっていやがるぜ。俺は今日から仮面ライダーブラック RX だ。これ RX にパワーアップしたな。動けるようになりましたね。ではちょっとこのダンジョンも探索していきましょう。街に戻ってきました。思わぬところでパワーアップしまっただ。参ったよな。このまま帰るのはなんか気が引けるようだ。どうせだからジョー先輩に決め台詞でも教えてもらおうか。ということで、またこの街の中を徘徊する感じかな。ジョー茂、さあ、知らねえよ。これ女の子なのかな？知らねえよっていう言葉、ちょっと怖いですよね。あ、そうだよね。あのな、女の子はもっと可愛らしく返事できないのか、そうなりますよね。僕もね、偏見だとか、ジェンダーレスだとか、いろいろ言われるかもしれないんですけど、女性にはそれなりに、綺麗な言葉を使ってもらいたいなと思ってる、まあ、割と古いタイプの人間です。秀樹だな。ジョー茂って人を指したってのは本当か？まあ、これ、ジョー先輩を今探してるので、ちょっとでも情報は欲しいですよね。なんで指したんだ？頼まれたんだよ、おっさんにさ。知らねえおっさんがよ、いきなり金くれて。いや、金もらったぐらいで人刺したら、人生終わっちゃいますからね。まあ、100億とかだったらね、まあちょっとどうなのかなっていうのはありますけど。まあ、数百万とかで人生を棒に振るぐらいだったら、辛抱強く働いた方が、その何倍も稼げますからね。では、病院にやってきました。まあ、病人。刺されたんだったらここにいるんじゃないかということですよね。住所を教えてくれ。ザクシ15丁目1番にいる。よし、じゃあそこに行こうかな。ん？町の外なんだ。岩山のあたり。そんなところにいるのか。さあ、じゃあちょっとさっきいたマップに戻りましょうか。ジョーって人にウル二つ。ツガミ。僕はツガミと言って刑事なんだ。この間、風船爆弾によるテロを阻止しようとして怪我をした。なんかありましたね。では、さっき言った岩山に戻りましょう。アイテムとかは特に買い足ししてまして。ただ、なんかマップの先に進める感じがないな。ちょっとまだ何か足りないのかな。いや、ある。イベントがある。道がある。岩崩れで塞がれていたんだ。じゃあ先に進みまーす。ダイヤモンドナックル以外の買い足しはないんで、ちょっと不安はありますけど、いきなり、なんかコテージみたいな小屋がありますね。あれ？ここにいるな。ジョーだ。誰だ？ジョー先輩、俺だよ、コウタロウだ。コウタロウか。どうなってすまなかった。体がこんなだから、気ばかり立っているんだ。病院は退院したと聞いたぜ。治ってなかったのか。ああ、どうやらナイフで刺された時に、体内発電機に支障をきたしたらしいんだが、病院で見てもらうわけにはいかん。そうか、ジョー先輩は電気が命の源だったっけ。でも、たかがナイフで刺されたくらいで先輩が倒れるなんて、確かに油断していた。少年の持っているナイフはプラズマナイフだということに気づかなかったんだ。プラズマナイフだって？刺すと同時に100万ボルトの電流を流す。出荷の開発したあの殺人ナイフか。100万ボルトが体内に直接流し込まれるのか。丁寧な説明ありがとう。まあそうですね。まあそういうことだ。あのナイフは全て回収されたはずだったんだが、俺が甘かったようだ。先輩、まさか足を。ああ。他は元気なんだから。右足の感覚が全くないんだ。すまないがちょっと力を貸してくれ。
孝太郎、お前がわざわざここに来たのはパワーアップの特訓のためだ。そうなんですよね。ブラック RX にはなりましたけど、それだけだと、不安があるということで、ジョー先輩を探していたという、まあ、そんな流れですね。俺たち、仮面ライダーの考えることはみんな結構似てるんだよ。先輩を訪ねるときは大抵特訓なんだ。さて、孝太郎、お前に俺の、キックを教えてやろう。電キック。待って先輩、実は俺ついさっきパワーアップしたばっかりなんだよ。太陽の光でさ、仮面ライダー、ブラック RX になったんだ。バカ野郎、そんな甘い考えでどうする。正義のない力は危険だが、力のない正義は無力なんだ。お前はもっともっと強くなれる。では行くぞ、よく見ておけ。まずは全身のエネルギーをベルトに集中する。おお、集中している。今度は全身を巡らせるようにイメージすれば、ブワーとなってますね。すると空気との摩擦で体が帯電し、数百万ボルトの電流が流れるというわけだ。お前は体内ダイナモがないが、こうすれば俺の電キックと同じ威力の電キックが打てるはず。これ新しい技を習得できそうですね。とにかく分かりましたよ先輩、早速試してみます。待て、まだ大事なことが残っている。これがなければ電キックは完成とはいえ、お前のやることを真似る、俺のやることを真似るも、まず構える。敵を睨む。そして叫ぶ。天が呼ぶ。地が呼ぶ。人が呼ぶ。悪を倒せと俺を呼ぶ。見よ、仮面ライダーストロンガー。俺、今度は仮面ライダーブラック RX と叫んでますね。お前に教えることはもうない。じゃあ、ここも必殺技を引っ提げて、リベンジ戦に向かいましょう。ジョー先輩、あんな体で、ベルザー軍団と戦えるわけないじゃねえかよ。待ってな、俺がその、超電子なんだらってのを探してきてやるぜ。まずは、あのビル、怪しげな黒服たちがいたところに戻ってみましょう。さあ、ビルに戻ってきました。まずは4階に、突貫を仕掛けていきましょう。いるな、黒服。会議中だって言ってるだろうが、何向きになってんだ。それとも何が俺には見られたくないってのか。ああ、そうだ。なら、力づくでも見させてもらうぜ。非常ベルだ、ライダーに感づかれた。ベルザー軍団の秘密を知った者は生かして解散。戦闘になりますね。カメバジーか、まあ一旦普通攻撃で、しのいでみましょう。どうやってくる。何回攻撃必要かだよね。ダメージが210なのか、それなりに食らいますね。まあ、2回の普通攻撃で倒せるんだったら、テクニカルポイントは温存します。で、これで金わずか回を準備ができると思うので、中に入っていきましょう。中に入って、さらに黒服屋さんに、貴様どうやって生き返った？死んではいないんだよ。檻を放り出したのはまずかったな。俺のキング様、太陽の光を命の源としているんだ。この少女、ゼネラルシャドウ様が知ったら大事だ。もう一度死んでもらう。さらに戦闘になるな。お、早速使ってるな。変身。トン。天が呼ぶ。血が呼ぶ。人が呼ぶ。悪を倒せと俺を呼ぶ。ビオ。仮面ライダーブラック RX。これで戦闘ですね。スカルマ、スカルマスターの4人か。ちょっと一旦電気って使ってみましょう。どれくらい効くか。全体攻撃っぽいですね。対象を選ぶシーンがなかった。強い。強いが、一回じゃ終わらないんだな。そしたら一度アイテムで回復しとくか。
4人いると4回攻撃受けるんで、それなりにダメージが蓄積してしまいますね。回復してで、改めて撃を食らわせましょう。これで撃破ですね。ちょっと不安なのはテクニカルポイントかな。ん？来たな。ゼネラルシャグ。トランプによる瞬間移動。お前がテルダ軍団、指揮官のゼネラルシャドウか。随分まともな会社を持ってんだわ。どうもありがとう。でもまだまだこんなものは私のチームのごく一部に過ぎないんですかね。白いスーツ。街のチンプラにジョー先輩を襲わせたのはお前だな。ジョー、仮面ライダーストロンガーのことですね。ほう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 。奴は邪魔だったのですよ。私が出世するためには早めに消しておかなければならない存在だったのです。デルザー軍団のトップであるお前がこれ以上どう出世するって言うんだ。ほう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 。何も知らないのですね、坊やは。デルザー軍団など私にとってはいかにちっぽけな存在か。メイドの土産に教えてあげましょう。デルザー軍団はデストロンと合併したんですよ。デストロン、ドクトル G 率いる悪の秘密結社だ。今にドクトル G は私にひざまずく。さらに私はシャドウムーンに代わり、大幹部の椅子を手に入れるでしょう。それ以上の詮索は無用。死ぬんですから。ん、分身の術使ったな。4人と対戦か。これ電キックだな。どうなんだろう。電キック2発打って回復かな。しのげるのか。235も食らうのか。何？しかも、目くらましも食らってる。これはしんどいな。一旦回復するしかないですね。20回ぐらいやり直しをして、ようやく、なんか勝ちが、見えました。いや、強かったですね。この、光太郎のターンなんですけど、どっか他の町に行ってレベルを上げるとかっていうことがもうできない。この町から出られないモードになってるんで、レベルが低い状態、お金がない状態でこの高太郎のターンに入ってくるとですね、積みますね。なんとか試行錯誤し、今回はね撃破できたんで良かったですけど、本当にもうちょっとレベルが低かったりお金が足りなかったりしたら、積んでたかもしれなかったです。なんとかゼネラルシャドウを撃破完了です。そう、デストロンがいたのか。しかし今動けるのは俺だけだ。こうなったら言ってやるぞ、地獄の果てまでもな。ということで追撃戦に移っていきます。さあ、研究所の施設内に入ってきました。相変わらずお金もレベルも低い状態なので厳しいんですが、まあ、なんとかかいくぐっていきたいと思います。で、追撃してきましたね。どういうことです、ドクトル G。 しっかり喋りなさい、デストロンパ。死んだ。誰だ、誰が私のデストロンを。特に何もやってないんですけどね、入ってきたらもうこの状態です。カードが落ちてるぜ。何？悪の秘密結社デストロン壊滅。これは風見先輩の字だな。なんだと、ついに見つけたのは。そうか、やはりデストロンがアスカさんの仇だったんだ。こんなカード1枚残して、風見先輩はこれからどこへ行くんだろうか。まあ、確かに追ってましたからね、V3 は。
終わったんだよゼネラルシャドウ。違う、これは何かの間違いだ。お前は全てを失ったのさ。違う違う違う、戦闘にはならないですね。超電子ダイナモ、これで超先輩も元気になるぞ。ということでこの超電子ダイナモを返す感じかな。返しに行きましょう。結構ですね、エンカウント率が地味にこのゲーム高くてですね、アイテムが底を尽きてる中、ライダー、ブラック RX だけで超電子ダイナモを持って、今、マップから、ダンジョンから離脱中なんですけど、結構苦戦しますね。まあ、なんとか逃げ切りしていきたいと思います。まあ、最悪ね、逃げるの連発でもいいんですけど、根性が下がっちゃうので、できるだけ、戦闘しつつ、残りのアイテムと要素をダウンかなというところですね。はい。無事にダンジョンから離脱できましたので、超電子ダイナモを持って、ジョーのところに行きましょう。いや、なかなかこの、街から出れないっていう制限のあるマップだと苦戦しますね。では、ジョンのところに戻ってきました。超電子ダイナモ、渡しましょう。ホテロ、お前まだザクシン。先輩、はい、これ。これは、超電子ダイナモ、お前わざわざ俺のために。へっへっへ、実は俺一人でやったんじゃねえんだ。ゼウスの仲間が来てくれたのか、外れ。なんと、風見先輩がさ、奴らの本部壊滅させたんだ。俺が行った時はもう廃墟だったもんな。風見先輩が。しかし先輩は親友の仇を打つためだけに全てをかけていたんじゃなかったのか。その仇が奴らだったんだ。カード1枚残してどっか行っちまった。そうか、行ってしまったかと。これで、情報を回復するっていうことですかね。コータローはダカールへ戻るっていうことですね。イベントで戻りそうですね。ん？戻りましたね。皆さん揃ったようですね。ということで、ガンダム、ウルトラセブン、そしてライダーブラックと、それぞれパワーアップ、レベルアップ完了ということだと思います。では、今回はね、かなり苦戦したので、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。